はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、今回は楽天モバイルの話題になります。身売り同然、資金繰りに困っている、ね。どういうことなの。はい、こちら、花火さんから、ね、投稿いただきました。おじ、楽天が楽天モバイル資金を売るらしい。50万円で、ね、3600円もらえるらしい。もらえないよ、3600円。誰が買うんだろうね。おじ買って応援したらウィーってことだよね。もう債券出す時点で携帯キャリア失格ですね、っていうことで、まあ、このリンクね見てみましょう。でだん、ね、はい。儲からないのは楽天証券ね。はい、そんなわけでね、楽天モバイル式期間3年年利率 0.72% ということでね、まあこれが登場したようです。で、これ5月30日月曜日から6月10日までのこの期間ね、この楽天モバイル席ね、まあこれ応募できるみたいです、これね。で、どんな内容なのか。安定した利息収入ね、利率が確定しているため年に2回決まった金額の利息を受け取ることができます。例、ご購入金額100万円ね、これ何、これ何かね、償還まで保有した場合、購入100万円で、これ償還っていうの、これね、なんていうのこれね、3年だから半年ごとに1回6回受け取れる。3600円、でもこれあれでしょ、ここ税引き前って書いてあるから、そこからまた引かれるんでしょ。だってもらえるって言うけど、税引き前だから、税引き前だからもらってないよね、もらえないよね。3600円もらったことになってるけど、そこから税引かれて、もらえるのは少ない金額でしょ、結局。違うの、銀行預金よりも高い金利水準ということで、まあ、大手銀行3年定期で 0.002、 これ本当、これ探せばあるのかもしれないけど、もうこういう比較をしている時点で楽天証券はインチキ、詐欺同然ね。中華ものの比較と同じだよ。互角のものと比較しないで、2世代3世代の昔のやつ、今あんまり言ってないような、そういうのとの比較っていう。大手銀行3年の定期で 0.002%、 ふざけるなよ。そんなのは探して書くんじゃないよ、バカ野郎。なめるじゃないよ、本当、ね。普通のみんなの銀行だって 0.01% ね、あっちの有料会員だったら 0.03% 普通でね、うん、ふざけるんじゃないよ、本当。で、個人向け、国籍、国債ね、国債だね、固定3年で 0.05%、 こんなにあれなの、国債ってこんなに低いの。なんかもっといいんじゃなかった、あの国のやつでしょ、なんだっけ、農協じゃなくて、あれかな、まあいいや、これすごいいいんじゃなかった、国のやつを買うとすごい利息高いじゃなかった、違った、こんなに低い。これだってあれじゃん、みんなの銀行に預けたものと大して変わらないじゃんで、楽天モバイルが 0.72 グーってなってるけど、あ、ちょっと待って、 0.1 と、あ、違うよね、みんなの銀行利息 0.1 だよね、有料で 0.3 だよね。だから国債化よりも全然みんなの銀行の方が上じゃない、違ったこれ、ね、
この企画はなんかあまりにもなんかインチキっぽいな。これ利回りは償還まで保有した場合のものです。そうじゃない場合はどうなんので、発行後1年経過すれば中途換金可能です。だ1年間は払い戻しは何があってもしないんだね、うん、そういうことなんだよね。ここだね。はい、0.何%税引き後で、税引き後は 0.573732% ということで、ここで下購入すればいいじゃないか。これこんなインチキな数字買わないで、50万預けて3600円って言ったんだか、年間花火さんが。で、だ100万円預けて7200円、結局ね、じゃなくて5730円だよね。結局100万円預けて5730円、だ1年間は何があっても絶対に解約ができない、定期みたいなもんで、で作り息は5730円ね。こんなにあの物価がね、こんなに上がっちゃって、何でも値上げでしょ今日からいろいろね。おじい知らなかったけど、何でもかんでも高いわけでしょ。それでそんなさ、1年前に100万円あったら100万円分お買い物ができたけど、1年経ったら今100万円あっても実際に90万円ぐらいしか買い物できないよね。だから100万円預けて7200円ついたところで、あの今の運賃が高くなったり、なんだかんだ小麦粉の値段が上がったりとかね、あの石油原油価格がどうのこうのってかね、そのお金を今使えないと価値がどんどん下がるようなもんだから、こんなものにあの出して1年使えないっていうリスクしかないじゃん。怖いね怖いね怖いね、本当こういうのね、うん、で、あとはね、ここにあるよこれね、国内証券取引にかかるリスク。証券は証券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、変動する決まってるから安心って書いてあったじゃん。変動するのため、償還前に換金すると損失が生じる恐れがあります。また債券を発行する組織が債券返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり不能となったりすることがあります。こんな怖いリスクがあるのね。だ結局さ、1年経ったら換金できると言っても目減りする可能性があるよって書いてあるんだよね。そういうことでしょ。だから普通にみんなの銀行に預けておいた方が全然いいじゃん。で、銀行の場合は1000万まで保証してくれるからね、ちゃんと個人の資産を。で、こんなものに変えたら目減りするってことでしょ。 3年以内にお金が必要になった、ね、例えば病気になった、ね、入院する手術代がいるとかね、あのウイルスになっちゃった、やべえ、ね、お金が必要だってなった時に3年間は使えない、ほぼ同時、それか目減りして戻ってくる覚悟、いいことばっか書いといてね。で、例えばこのね、債券ってどういうものなのか、例えばググると出てくるけど、桶沢証券のところからね、ちょっと引用させてもらうと、債券とは国や企業などの発行体が投資家から資金を借り入れるために発行する有価証券です。証券には満期が定められており、満期となる償還日には
額面金額は投資家に払い戻されます。投資家は発行体に対してお金を貸す代わりに利子をもらうというイメージです。でも銀行に預けるような保証がされないってことなんだね、結局ね。まあそういうものらしい。で、要は投資家がいてお金を有り余ってる方ね、例えばみんなの銀行って言ったらね、そんな利息もつかないようなところに預けないよって言っていた方、誰かいたと思うんだけど、そういう人がこういったものをね投資をすればいいね、お金が腐るほど余って持ってる方ね、誰だったかな誰かいたよね、お金がもう腐るほど余っちゃってしょうがないっていうね、本当で、お金を貸して、だからもう銀行とかいろんなところからお金を借りるのがもう無理。じゃあ、銀行とかそういうところからお金を借りると返済するのに利息がものすごく高い。でも債券でね、身を削ってやれば、ね、貸してってやれば安く済むわけだね。要は利息、お金を借りたら利子で返さなきゃなんないけども、利息でチチチってね、ただ腐るほどお金が余ってて、でもし万が一なかったら目減りしちゃうよとか返したくなるかもしれないよっていうね、そんな危険なリスクを負ってでも年間税引きない7000円いくら、ね、税引きも 0.5 いくつ欲しい方はね、1円で言うっていうね、そういうやつなんだね、本当。まあ我々には関係ないけどね、こんな無駄なものに投資するお金がないっていうか、腐るほどお金があったとしても楽天モバイルの債券なんか買わないよ。さすがのおじいでも買わないよ。今ここに1000億円あって、いやー困っちゃった、今日中になんとかこの1000億ね、せめて100億ぐらい使いたいと思って、うわーどうしようと思って、この話が来たって1円も使わないよ。何でもいいからって言ってもね、絶対使わないよ。楽天モバイルには使わないよ、ね、楽天証券買わないよ、ね、はい。そんなわけでね、このもうやり方がね、おじいの場合はあんま気にならない。これが楽天モバイル式ね、このゼロ金利の今だからこそ決まった利息がもらえるね、円建てで安心で、ここ為替リスクがありません、こうやって書いてあると、ね、これ今ゼロ金利の今だからチャンスだよ、ね、だからリスクがないんだよみたいな形でイメージを植え付ける、だから実質ゼロみたいな感じので、為替リスクがありません、為替のリスクなんだけども、こうやって、ね、こうやって書くのやって、リスクがないんだよ、こういうことを強調してるわけなんだよ。汚いだろう。で、実際には一番下の末端にこれがしれっと書いてあるんだね。ね、まあ元本や利子のお支払いが滞ったり不安になってる仕事があるから、仕事はあらかじめしていてねってことなんだよ。だ、銀行とかだったらね、銀行とかだったらそういうことはない。ね、1000万まで保証される。でも、ね、楽天証券だったら怖いよ、ね、ということ、ね、まあ、一発間違ったら掛け捨て、ね、になってしまうリスクがありますよということはね。まあ投資家っていうのはでもお金が余ってて、ね、そういうスリルを味わうそういう人たちだからね、まあ年間7200円税引き前のためにね、100万、まあもっと1000万とか1億とかね、いくらでも10億ぐらいは投資するんじゃないかな、本当ね。まあ本当ね、これ花火さん書いてあるようにね、まあ、債券出す時点で携帯キャリア失格ですねってことで、いくら期間限定とはいえ本当に切羽詰まってる、ね、もういいよ三木谷君、もういいよ、お疲れ様、もうこれ以上何もしなくていいよ、楽になったらどう、国民のみんな分かってくれるよね、もういいよ、楽天モバイル解散しよう。
潔くね。でお世話になった KDDI に頭を下げて、楽天モバイルの MNO のお客さんと MVNO のお客さん両方とも KDDI の方で面倒見てください。全員優先してポポに入れてください。自動移行してくださいって頭を下げて、で今楽天モバイルのね、入ってるお客さんを全員ね、とりあえずポポの方にね、もう自動でご優待でポンってね、申し訳ありませんってことでね、まあ、半年ぐらい無料期間くっつけてもらって移動しちゃって、医者局解散します。これがいいよ。でモバイル事業完全撤退してね、でモバイル事業完全撤退することによって、もうケチなユーザーもつかないしね、まあ0円運用してるようなね、小じきの客はいらねえって切ったけれども、次はね3ギガまでしか使わないようなね、そんな通信も使わないような980円しか落とさないような、そんなクズみたいな客いらねえね、次は980円切りするだろう。そしたら次はどうなる？20ギガまでしか使わないような時代のニーズにマッチしないようなね、こんな 5G 時代にガン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 データも使わないような、そんなしょぼい小じきユーザーいらねえ。ペン。はい。そして原点に戻るね、5と同じ日給パーワンプラン、ただ無制限でワンプランじゃないね、10ギガまで高速で、10ギガを超えたら1メガ BPS で止まりませんよ。速度が低下するだけでずっと使いますよ、無制限ですよってことでね、もうシンプルなワンプランでいくでしょう。その後はプラチナ回線獲得に向かってまたちょっとこう持たねえなと思ったらね、5ギガまで日給パ、5ギガを超えたら1ギガ BPS で、1メガ BPS で、ね、無制限、楽天モバイルは無制限です。無制限で日給パ、無制限です、止まりません。無制限で日給パ、5ギガまでは高速で使います、それ以降は1メガ BPS です、ね、某ワンワンワン社、ね、128メガ BPS 遅い、どうした、ね、あの1メガ BPS ブーンみたいなね、ジェット機とチャリンコで風で、ね、で同じ速度規制でもビューン、こんなにうちは速いんですってね、そういう煽り広告つけながらねやってればいい、うんね、まあその前にもうモバイル事業をね解散しなよ。そうすればこの他の部分がせっかくこうなってるんだからね、もう意地を張らなくていいよ、楽になろうよ、頑張った、一応たくさんの方もね応援してくれた、で今ここで潔く撤退すれば多少ね、下局をプンプンもらったお客さんもね、そうか、そこまで縛ってたんだな、分かったよ三木谷君、あの時は言い方が悪いと思って抜けたけども、でもやっぱそこまで切羽詰まったんだね、分かった、認めてあげる、ご苦労様、みんな勝手ね、ちゃんとご苦労様言ってくれるよ、ね、三木谷君、ここは潔く撤退しようじゃございませんか、ね、ただもう会社がいいよ、ちゃんと
電波、ね、国民の財産、総務省に返して返還して丸く収まる。で、楽天モバイルがあったからこそキャリアの値段が安くなったっていうね、そう信じてる人がいるから、ね、まあ、そういう人たちの中で伝説でずっと語り継がれるでしょう。でもいろんな記事ではそんなことはちっとも書かれていないね。ガース政権ね、ガース鶴の一声でもう楽天モバイル事業の前からずっとそれをワン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 ってこう吠えてたわけでね、それを生かしただけであってね、まあ、楽天モバイルそこにちょうどたまたま便乗しただけのお話でね、まあおじいはそう見てるけどね、楽天モバイルが変えたわけではない、ね、変えたのはガース政権です、ね、違う、ね、はい、そんなわけでね、もう見る同然ね、これはもうパンクする寸前、ね、ではないかなとおじいは勝手に見ております、ね、まあありえない、花火さんが言うようにね、もうキャリアとして失格だね、本当ね、惨めだね、みすばらしいね、本当やばいね、本当やばいね。まだ怖い内容が今日は投稿来ております。いや本当はね、ちょっと他の動画も作んなきゃなんないんだけども、もうみんなからの情報提供がものすごすぎて今日は楽天モバイルデーになりそうね。はい、そんなわけでね、おじいも今日は頑張って動画を作りたいと思います。もう楽天終わったね、終わったね。はい、じゃあこの動画はここまで、次の動画も待っててね、バイバイ。